あれぐらいだったら大した怪我もないやろ。おんどらどういうつもりじゃ。きっちり顔出してとても下げんかい。こら大阪環状のチャンプってのはあんたか。誰やお前。四季場達也、首都高のチャンプさ。何やぞ。おんどら喧嘩で盛りに来たんかい。喧嘩は喧嘩でも走りの喧嘩さ、受けてくれるよな仙道誠君。どないしたんですか仙道さん。ほら何やお前ら。静かにせんがボケ。この人らはな、わざわざ東京から来たお客さんや。今からこの俺が丁寧にもてなしたる。さすが大阪環状のチャンプ。行くぜ達也。R さん31あるか。こないず舞台でかい重い車で俺に勝てる思うとんかい。あんたのその時代遅れのスープラと違ってこっちはニューモデル。今までだって他の車寄せつけずに走ってきたさ。おもろやないかい。このでかいだけしか乗らない車、俺が廃車遅れにしたら。Yeah.
ことあるで。来てたのか。ラップごとにタイムが上がって調子いいみたいですね。ああ、上出来だよ。車もいいし、メカニックもいいからな。和樹、レースで勝つって分かるか。レースってのは一人じゃ勝てないだろう。ドライバーとメカニック、その互いの気持ちが一つにならないとな。土屋さん、頼みがあります。一度会ってもらいたい奴がいるんです。俺たち今度サーキットに挑戦しようと思ってます。俺のセッティングした車にあいつが乗って、俺たちの夢はサーキットで勝つことなんです。今までだって二人で首都高や大阪環状を制覇してきました。いい加減にしろよ。お前らの自己満足のために一体何人が犠牲になったと思ってる。そんな走りがサーキットで通用するとでも思ってんのか。お前も俺のチームでメカニック続ける気なら、本当の勝負ってのはどんなことか、もう一度よく考え直した方がいいな。どうした？急に呼び出したりして。お前に話がある。話？話って？お前まだサーキットで走りたいか？何言ってんだよお前今さら。俺と一緒にサーキットに行きたいか聞いてんだよ。
そのために首都高や大阪環状を制覇してきたんじゃないか、俺たち。だったらもう一度俺と勝負してみないか。マジだぜ俺。ちょい刺す固めにした方がええんちゃうかな。うん、ブレーキはそのままでええやろ。仙道さん。なんや、看護婦さんかいな。なんぞようでっか。ようでっかやないでしょ。歩けるようになったから言うてリハビリサボったらあかんってあれほど言うてるやないですか。すまへんすまへん。でもこれが俺のリハビリなんですわ。おっしゃ、ええやろ。ほな、長い間世話になりました。これで退院しますわ。退院？そんなあんた勝手に。待っとれよ、しきば。四季場や。お前なんかに用はないんじゃ。こらその四季場だけどな、もうここには来ねえぞ。何？そりゃどういうこっちゃ。ちょっと、アツヤはマドルでダチを殺しちまったんだ。だからあいつはもう死んでもうたって。アホな、あいつに体を言わされてやっと元に戻ったっちゅうのに。ストライしてくれるんじゃ。こら知らねえよ俺。隙間のおるとこどうや。あげあかんかい。何すんだよ。久しぶりやんけ、式は。大阪での借り返しに来たんじゃ。借り？そうじゃ。何さらすんじゃ、こら。なぜ俺とのバトルを避ける。何度も言わせんなよ。俺はもう首都高から引退したんだ。引退？うずくんだよ、お前にやられたこの傷がな。俺はな、お前を倒すことだけを考え、病院の天井のシミを睨み続けてきた。逃げ寄ったってそうはさせねえ。死んでも俺との勝負受けてもらうぜ。分かった。ただし、どっちが勝ってもこれが最後だ。いいだろう。今夜0時、待ってるぜ。こら、式は傷やったら俺も一緒じゃ。あんな奴と勝負する前にこの俺と。お兄ちゃん。
走らないって言ったじゃない。どういうこと？和樹さんとの夢はどうなっちゃうの？うるさい、黙ってろ。何やこれ。あとは取り付けるだけ。そのぐらいあんたにだってできんだろう。ちょっと待てや。なんで俺がわざわざ大阪から来てお前のこと手伝わなあかんのじゃ。あ、そうだ、何やこれ。この車の持ち主。何？あ、これはお前須藤明のライブチケットやんけ。これ前から好きなんや。じゃあ頼んだぜ。お兄ちゃん。したいね。よう見たらこのチケット来んやんけ。ライブ行ったら式場のバトル見られへんしな。よし、俺もどこや。許してや、アキラ。待って、兄を追いかけるんですか？お願い、私も連れてってください。あかんあかん、そんなことできるか。心配なんです。なんだかすごく嫌な予感がして。スタート地点まででいいんです。お願いします。しゃあないな。その代わりほんまにスタート地点までやで。首都高へようこそ。戻ってきてくれて嬉しいぜ。別に戻ったわけじゃない。もう俺たちとは世界が違うってか。だがな、腐敗のまま引退なんてかっこいい真似はさせねえ。俺と同じ傷、お前の伝説にもつけてやるぜ。間に合うたで。何したんや、早おれんかい。やっぱり私最後まで。何言うとんや。巻き添え殺して死んだどないすんねや。おれ言うたらおれんかい。願い、最後まで。あかん言うたあかん。何べん。あ、何や、どっから入ってきたんや。人の車に黙って入ってきやがって。おい、なんか言わんかい。お、スタートしよった。お前らな。
でや。で、あそこで譲ったりすんね。兄はもう誰かを傷つけたり死なせたりするのが嫌なの。いてもたちゅうな。おじけづいたか、チキバー。
んや、あいつ。死ねばよかったのに。止めて。来るわ。もう一回撃てみ。お前人の頃は何を思とんねん。待って。東京っちゅうところはほんまわからんやつばっかりやな。はわがまま言っちゃってごめんなさい。ええよ、俺もきっついこと言うたしな。あの、もしよかったらちょっと。ちょっと？いろいろお世話になったし、お茶でも。お茶？いや、俺は別にそんな気で。でもまあ、遠慮することもないか。ほな、ちょっとだけ邪魔しようかな。ちょっと待てよ、式はおらんし。ちゅうことは、はい、どうぞ。あ、カルピス。どうも。鼻血どう？あ、もう大丈夫や。最近ご無沙汰やったからな。溜まってたよな。溜まるって何が？いや、そのカルピスやのでストレスとか。おかしい人。何がおかしな人やね。あたしね、本当は兄がレーサーになるのも反対なんです。どうしてみんな走ろうってするのかな。誰が一番早くたってどうでもいいのに。体や心傷つけて、おまけに命まで失っちゃうなんてバカみたい。血が燃えるんや。体中は熱くなって、せやのに頭の芯はスーッと冷めていくやろ。ほんで魂が叫び出しよんねや。もっと先行けっちってな。わからんやろな、そんな感覚。そんな時、俺は生きてるっちゅうことを実感するんや。俺から走んのって言ったら何もあれ。俺にはわかるよ。あんたの兄貴も一緒や。走んのをやめたらただの抜け殻なんや。殺した気分ってのは。いい気になってぶっ飛ばしてると他人の命が見えなくなるだろう。お前に焼け死んでった人間の苦しみが分かるか。行動なんかでレースしやがって。そんなに走りたけりゃ来い。俺がいつでもサーキットで相手になってやる。
ダメだ。どうだ、サーキットを攻め続けるってことがどれほど難しいか分かったか。公道でいくら速く走ってようがサーキットじゃ何の役にも立ちゃしない。走るってことがどんなことなのか、怖さを知らない今のお前にはステアリングを握る資格なんかないな。行動でいくら速く走ってようがサーキットじゃ何の役にも立ちゃしない。怖さを知らない今のお前にはステアリングを握る資格なんかない。行列になったな。そんなことより手伝ってもらっちゃって。かめへんかめへん。別に大阪で待ってるもんもおらんし。お兄ちゃん。どこ行ってたのよ。邪魔だよ。でこら。そらすんじゃん。何荒れとんねんお前。朝だりしやがって甘えんのもいい加減にせえよ。仙道さん、お前みたいなやつのな、大阪では女の腐っちゃっちゅうんじゃ。何があったか知らんけどな、しっかりせんかいボケ。何もかもやなんだよ。お兄ちゃんやめて。
俺はもう走ることが知ることができないんだよ。言うとんじゃお前。こうなった俺が首都高チャンプの座を取ったる。相馬とかやつ倒して俺がお前より上やっちゅうこと見せたら、俺の見てくださいよ。お前こないだ見た沢和樹ってのはあんたか。そうだが、チューニングの相談なら後にしてくれないか。仲間のを先にやりたいんでね。違いますよ、こいつ賭けバトルの敷場達也ですよ。誰かに見境なくバトル挑んじゃ車巻き上げてるっていう札付きですよ。なるほど。で、お目当ては俺の R33 か。賭けの対象は互いの車。どうだ。お宅の MR2 と R33 じゃ釣り合いってものが取れないが、まあいいだろう。受けてやるよ。
待てよ。往生際が悪いぜ。勘違いするな。この R33 はくれてやる。だったらなんだ。お前この車で伝説を作ってみないか。伝説？この R33 でまずは首都高を攻める。連戦連勝無敗の記録を立てたら次は俺と組んでプロとしてサーキットに乗り込むんだ。何言ってんだお前。俺はそんな夢物語に付き合っちゃいらんねえんだよ。メカのことなら任せてくれ。俺は土屋圭一のチームでメカニックとしてやってたんだ。お前が最高の状態で走れるようチューンする。頼む、俺と組んでくれ。お前ならできる。俺はお前のようなやつを探してたんだ。お前ならできるか。どうしてスローダウンした？なんで全開で突っ込まなかったの？誰だお前。誰だっていいでしょ。なんであのカーブの手前でアクセルオフしたか聞いてんの。教えてあげようか。あんたビビっちゃってんのよ。ビビってブルって無様に負けて相棒を殺しておきながら自分が死ぬのが怖いんでしょ。聞いたふうな口聞くな。お前みたいな奴に何が分かる。分からないね。人殺しの気持ちなんかどうしたの。早く殴んなよ。女を殴ることぐらいしかできないんでしょあんたって男は。どうした。俺に挑戦しようって根性のやつは誰かいねえのか。よっ、揃いも揃って腰抜けが。やっけ見せがいの。たかが敷場倒したぐらいで。あ、にわかジャンプさんよ。なんだ時様。俺は大阪環状のジャンプ先導や。どっちが日本一か勝負してもらえないか。いいだろう。大阪門にここの怖さ教えてやるぜ。
した。抜けるもんなら抜いてみろ。あんたがいつまでも悲しんでたって和樹のやつは喜んだりしないぜ。土屋さん。和樹、土屋さんにはすまないって言ってました。あのバカ野郎、命を無駄にしやがって。だから行動レースなんかやめろって言ったんだよ。土屋さんの言うことなら何でも聞いてたのに、どうしてもっと強く言ってくれなかったんです？どうして、どうして力ずくで止めてくれなかったんですか？俺の言うことなんか何も耳に入ってなかったはずさ。俺にだってあったよ、そんな頃が。夢に向かって毎日毎日ただ勝ったことしかできなかったよ。あんたも和樹のことを思うなら、あいつの夢が何だったのかもう一度よく考えてみるんだな。兄とのラストバトルの日、和樹さん私に言いました。俺があいつに追いつくにはこうするしかないんだって。私にはその意味は分かりません。でも和樹さんは兄と走ることで夢を。そんなことは分かってるよ。カラオケ気持ち強いのに
私今まで兄に隠してきたことがあるんです。和樹さんはあのバトルで何かをテストするって教えてくれました。そのこと兄に言うべきかどうしようか。もし兄がそのこと知ったら怪我したり死んじゃうんじゃないかって思って今日まで言えなかったんです。カオルさん、お願いします。兄をそっとしといてください。和樹さんとの夢を叶えるまでお願いします。いつまでも何ビビってんのさ。死ぬのがそんなに怖い？今のあんたのそんな姿を和樹が見たらなんて言うだろうね。夢を託した男がこんな腰抜けだったなんて。なんで和樹が命を懸けてまでバトルしたかあんた考えたことがあんの？言っとくけどね、私はあんたを許したわけじゃないよ。これが和樹の夢だから。待ってくれ。俺はもう一度首都高を走る。このロムでそれがあいつとの夢だから。篠のクラン終わったで。ごめんなさい、
いつまでも付き合わせちゃって。ええよ、別に気にせんねろ。はい、お疲れ様。あ、サンキュー。はい、もしもし、式場自動。お兄ちゃん？え？うん、ここにいる。仙道さんに代われって。俺や、仙道や。何？マジで言うてんか。わかった、明日の晩午前0時やな。兄が何か挑戦してきよった。あいつの方から首都高での挑戦状を叩きつけてきよった。そこにあるドライバー取ってくれ。ドライバー。はい。俺とちゃうやろ、ボケ。すまん、ちょっと言い過ぎた。手加減せえへんからな。ああ、カオルさん、合図してくれ。
メカとしての和樹が勝つか、ドライバーとしてのあんたが勝つか、これが本当のラストバトルだよ。エンジンが回らない。セッティングなんだよ。
分かったぞ。完全な高速仕様なんだ。全開であのカーブに突っ込めって言うのかよ。お前まだ走るん怖いんか。お前は？俺か。俺はそんなもん考えたこともあるか。俺は怖いぜ。その怖さが何だったのかようやく分かったような気がするよ。また俺と勝負しようってのか。いえ、サーキットで走るってことがどんなことなのかこの前散々思い知らされました。でも俺は和樹との、あいつとの夢は諦めたりしません。和樹をあんたに返すよ。この三々は
和樹が命を懸け生まれ変わった車だ。あんたのそばに置いてあった方があいつも喜ぶよ。待てよ、もう一度俺と一緒に走ってみるか。手の届けへんとこまで行ってしまいよったな。